こんばんは、どうも、ケロワンです。起きたらびっくりしました。機長くんが4000ナイスでナイス抜かされました。一瞬 で140ナイス減ってました。すいません、モンジョリチート恐るべし。でもちょっと諦めずやっていきます。モンジョリとコラボだったから。あ、じゃあちゃんありがとうございます。ナイスもありがとう。誰、 なんでヤミーいるの一緒に。 なんでヤミーさんもいるの。あ、940ナイスあります。伊勢エビって何。伊勢エビは分からん。今来た。明日もマサツグいる。何、2日も使うの。もう負けるわ。1日だけにしてよ。なんで2日も使うの。しかも映してるだけでしょ、奈々ちゃんとヤミー。セイジが伊勢エビ、ね、伊勢エビ食べさせてくれるの。いいの伊勢エビ。ちょ、置物も過ぎない。いや、俺も奈々ちゃんと今月コラボしてるからそれはいいんだよ別に。奈々ちゃんと絡むのはね、俺も人のこと言えないから。うん、でも自枠だったらあのもうちょっと自分で盛り上げるべきだと思うよ。うん、俺も奈々ちゃんと絡むから言えないけど、うん、ちょっと見たんだよ。でタイトルもあの奈々ちゃんがまゆちゃんになってるんだよ。でヤミーがハニーになってるんだよね。だから奈々ちゃんにはマユを対抗で、あのヤミーにはハニーを対抗にするしかこっちはもう武器がないから。これ分かるよね、弱いんだよ、戦闘力が弱いんだけど。じゃあ俺は機長の立場だよね。俺機長の立場じゃん。でも俺は自枠はちゃんと喋るし引っ張るよ。それが配信者じゃない。どっちにナイスを押すべきか分かるでしょ。ハニー、ハニーね、もうヤミーでいいわ。ヤミー、ヤミー、ヤミーおいで。で来ないんだよ機長くんはね。実力がないからヤミーを使い切れないんだよね。ヤミー、ヤミーおいで。来ないでしょ。そういうことなんだって。ナナちゃん、ナナちゃん、ちょっとナイスもらって、負けてるから。ナナちゃん、ちょっとナイスもらって。まあ、やばい、1000ナイスあります。ぶち抜かれてるから。おはようございます。そういうことなんだよ。ぼっちゃんあります。ありがとうございます。いや、それ絡むのはいいんだけど頼りすぎもちょっとっていうのはあるかな、唯一。うん、頼りすぎっていうのはちょっとあるんじゃないのって。で明日もコラボしたらもう勝てないじゃん。ナイスください。あ、ちなみに皆さん2回目のナイスね、1位決まりました。ありがとうございます。あの1位確定決まったんで、あと30日までこれラストになるんで、なんとかこれ逃げ切ってナイス1位だけもらいたいです。はい、もう名前にもアピールしときました。今月イベント参加してません。まあ4000ナイスなんていうのは無理なんで、まあ1500ぐらいまで行きたいですけどね。なんちゃんに合わないの。いや、俺はもうそんなの1回だけでしょ。うん、さすがに無理でしょ、あんなの。頼りすぎるのも。1000ナイスやる。いや、昨日1000ナイス言ってたんで、夜中にね。1000ナイス。いや、お前もコラボしたじゃんってしたけど、ちゃんと頑張ってたよ。お着物にならずにね。うん、自分で頑張ってたけどね。今日、家出する。ん、家出する。いや、いいよ。押したよ、ありがとうございます。で明日も8000
4000行って明日も8000ないっつったら、俺が1500行っても明日も1500やっても3000ナイスだから、まあでも追いつけるか、一人になったら多分減るでしょ、多分今日と明日だけで8000ナイス行ったとしても、機長くん一人になったら、あ、1100ナイスありやす、ありがとうございます。あ、ウェルカムドールもありがとうございます。ね、今日誠司さん来んの？いや、わかんないけど、鳩がすごいよ。うん。ちょっと伊勢海老のさばき方をちょっと調べとくわ。伊勢海老って何なの？わからん。とかね、誠司はもう何？ウイタンとはもう終わったの完全に。そういうこと？終わった？もう完全に終わったんだ、振られたんだ、じゃあもう逆にスッキリして、これからはもうイータンイータンっていうのもなくなるんだね、よかったじゃん。いや、ゼロワン元カレのキムキムが眉に粘着してるらしい。え？眉に粘着してて怖い。電話するわ。キムキム？まだ好きなのかな、眉のこと。え？なんかさ、嫌がらせしてたじゃん、あのイマルちゃんのフォロワー1位になったりとかで、眉がね、あの前回ゼロワンと復縁した時にアカウント消したんだよ、ふわっちので、別れた瞬間にあのアカウント復活して眉のことをめちゃくちゃディスってるらしい。で、嫌がらせがすごくて、うん、電話してみようか。どうせ逃げると思うけどね、うん、で皆さんね、27日に大企画やるって、あの個人的な報告しますね。2件あります。2件、そっち行っていいですか？その後に電話するわ。個人的なのは、あ、ちなみに報告なんですけど、クニーさんの車はもう断りました。クニーさんの車は断りました。はい、だからまあちょっと怖いっていうか、さすがにちょっと車もらうのはと思って、はい。で、27日のね、ミコちゃんの企画、中止になりました。え？で、その企画内容をね、それは俺こうやってやり、一緒にやらないって言われた企画内容言ってもいいです？企画内容で、彼氏できたって全く関係ないんだよ。で、みーこちゃんが考えた企画内容なんですけど、あ、1100ナイスありがとうございます。某有名人の焼肉屋に行って某有名人に会うっていう企画なんだよ。で、生配信は初めてだから行こうって言われてたんだよ。そう、ちょっと古いんだけど、宮迫のなんだっけ、牛なんだっけ、なんていう意味、牛宮城だっけ、そう、牛宮城に行って、で、それをミーコの知り合いが許可をもらったんで、シャンパン入れると会えますよって言われたから、じゃあ行ってみようかと思って、で、宮迫さんとね、はい、コラボできるんだなと思ったんですけど、昨日連絡が来ました。昨日連絡が来て、やっぱり配信は何が起きるか分かんないので動画しか無理ですって、堤下っていうマネージャーに言われたそうです。急にね、それ初めからそうじゃんと思ったんだけど、うん、初めからそんなのを、生配信無理じゃんってね。で、亡くなりました。はい、包みしたか。モンジョリがザコワンって、君さ、イベントで勝てるの？じゃあ、マサツグさん電話するわ。潰す、もう喧嘩売られてる。戦っていい？みんなザコだけど。
ナナちゃんに比べたら戦闘力が10分の1しかないけど、みんな応援してくれる？ナイスで。ちょっとナイス、ちょっと今見てる人押してくれない？貴重君にボロ負けで。雑魚でも戦いたい。何？雑魚雑魚ワンって言ってるの？電話するわ。電話芸って言うんだったら、ザコワンとか俺の名前出さないでくれる？ねえ、ザコワンとか何？俺をいじめるために来たの？ひどくない？ちょっと、いくらさ自分がね閲覧があるからってさ、ナイスがすごいからってね、ふわっち一生懸命1ヶ月やってる人をザコとかひどくない？ねえ、電話も出ないじゃん。ザコ機長、ザコ機長、ザコ師匠みたいになってるけど、ザコ機長、じゃあザコ機長だよ。俺よりザコじゃん。ザコ機長、嘘。でも一部のね、ナナちゃんリスナーは、07が一番面白いって言ってくれるしね。まあいいですよ、言っとけばいいじゃん、そうやって。じゃあ行きますね。07好き、うん、そういう人と仲良くしとく。ちょっと待ってね、バググラ開くから固まるかもしれない。これ電波悪い？言わせとけ。うん、そうする。あ、1200ナイスアレアンス、1200ナイスありがとう。大丈夫？じゃあちょっと重大発表あるんで、1500までお願いします。重大発表あります。文書に無理になった。いや、やっぱすごい人だから、でもちょっと足りないとこ、足りないっつーか、もったいないなと思うよね。それバカにするところか、そう。奈々ちゃんに比べたら、ふわっち配信者なんてみんな過疎じゃん。みんな過疎なんだよ。でもバカにすることないなと思うよ。うん、バカにすることないなって。で、俺はねイベントは勝てると思うよ。イベントやればいいじゃん、イベント。うん、で、機長すごいって、それ奈々ちゃんがすごいから機長がすごいんじゃないんだよ。なんで俺が機長に負けたみたいになってるの？これ違うでしょ。うん、最強ゼロワン最強。ああ、ゆうちゃんありやす。うん、機長くん置きのものじゃん。奈々ちゃんすごいはわかるけど、しかもみんな昨日思い出してよ、機長くん俺とコラボしようとしてたんだよ。で、俺が電話出ないから奈々ちゃんだよ。どんだけなの？昨日俺にコラボしようって言ってたんだよ。大花火アリアンス。あー、アリアンス、大花火社長、センキュー。ありがとうございます。電話も出れないしね。あ、1500ナイスで重大発表あります。で、明日もコラボでしょ。やばい、もう貴重の時代来ちゃうわ。大花火社長アリアンス、センキュー。社長アリアンス、まいちゃん見たい？ちょっと別食べて。セイジタカシ来るの？調べな、伊勢海老。それ本当なの？伊勢海老何？セイちゃんまたモンジョリチート使って貴重だから、何、気使ってくれてるの？おつやみ。ルリちゃんもその叩かないでよ。なんで俺叩かれなきゃいけないの？なんで勝手にモンジョリとヤミーと比較されて、貴重と比較されて叩かれなきゃいけない？それがおかしいでしょ。普通に配信しただけで。やめてよ、本当に。負けてもいいわ、もう勝てないから。うん、しょうがないじゃん。そんなの。落ち着いてる？うん。勝てないよ。でも、
あの負ける気はないし、機長くんがね、あのコラボ終わって一人になった時に俺は追い上げようと思ってる。うん、悔しい、それは悔しいよ、負けたら。うん、負けたら悔しいけど、それ仕方ないじゃん。そうでしょ。で、慌てて奈々ちゃんに行くとかそういうことはしたくないから、地道にやるしかないよ。うん、で来月も俺頑張るしね、負けないよ。うん負けてる、ダサい、 何がダサいの。一生懸命やってて負けるのって仕方なくない。ダサいことじゃないよ。諦めたりとか途中で投げ出すことがダサいんだよ。毎日諦めずに配信やっててダサいか。そんなダサい。起きてすぐちょっとやばいなと思っても配信つけてね、逃げずに立ち向かう、それが配信者でしょ。1500で重大発表あります。これはかなり大きな重大発表になります。奈々ちゃんに匹敵する大手配信者から LINE が来ました。はい、それを紹介したいと思います。重大発表はマジっすよ。まあ藤沢7レベルだね。嘘つくな、本当だよ。 LINE が来ました。まあニコ生からやってる人だね。古い人だね。古い人です。はい、でその LINE を公開したいと思います。でフワチミンはね、力貸してほしいけどね、やっぱキャス勢が強いからさ。うん、ふわっちでね、配信頑張ってる人に押してほしいけどね。ふわっち、ふわっちみん。